毎度。あ、おやす。はい。暑いな。もうな、夏。夏やな。季節は夏。梅雨やね、不安な。え、そうやな。あんまりそういう思ったら確かに不安な。またあれやな、うん。水がないって言い出すな。あ、香川県やけんな。うん、まあ、あの、まあ、でもあれやろ、なんか世界的に水不足なんやろ。穀倉地帯では水が不足しとってどうやこうやってなんかホリエモンさんが言おりました。アメリカも大熱波で牛さんがコロコロ死んじょるらしい。あ、マジで、うん、いかんやん。ビーフが高くなるやんか。もう、うん、爆裂に高沸してますよ、うん、あ、高沸な高騰ってのは怒られる、はい、え、いや逆や。あ、高騰か。あ、え、高騰が正解か。高騰が正解で、あ、もうな、国語力弱いんで、はい、はい、もうしょうがないです。まあ、ということでちょっとじゃあ市場に行きましょうね。これね、これはあれじゃないですか。え、いいやつやん。天下の宝刀スバルの六発でございます。はい、乗ったことないわ。あ、ほんま、割とええよ。そうなんや。 NA の、3リッターの6発。もうそれはそれはな。まあまあ、じゃあ行こう。はい、行こう行こう行こう。はい、とりあえずあのすぐそこのあの保育所まで、そうっすね、あのうちの嫁さん迎えに行かないかんけ、ついでに行こう。ちなみにこのマシンはあれですよね、はい、あ、そうそう、おたけはんさんの、おたけはんのマシンで、会社ですね、はい、もうちょっと走り始めてから喋るけどなかなかのもんやけ。 OK、はい、じゃあ行きましょう。はい、ということでこれが、はい、おたけはん号でございますが、はい、まあ、何をしてたかというとですね、あのシフトのリンケージ直してたんですよ、これ。あ、そうなの。そう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 、あのこの間あのほらこれオイル交換とかそんなんで購入をいただいてたんじゃないですか。はいはいはい、はい、でその時にあの僕がちょっと動かした時に、うん、リンケージがフラフラで、ああ、これは気持ち悪いでございますって言って、まあそうですよねっていう話になって。え、ワイヤーなん？違うっす、直やろ。直なんですけど、まあスバル、まあこれ別にあの4発6発関係なくあるあるで、うん、まあ、リンケージブッシュがダメになるとフラフラになるんですわ、ほんまに。そうですか。はい、基本で、まあ、そのフラフラブッシュをね、はい、まあ、修正をしていたんですが、はい、まあ、そこでも一悶着あったんやけどな、ほんまに。え、一悶着になるとかある。一悶着というか、まあ、フラフラブッシュを、はい、あのどうにかしようと思ってやっていたら、はい、あの部品が、はい、出る部分のブッシュじゃないブッシュがダメになっていて。電ブッシュがいかんのですか。そうで、まあ、厳密に言うとロッドアッセンを取れば出るんですよ。はい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 。でもこれぐらいのちっちゃいブッシュのためだけロッドアッセン取るってなるじゃないですか。なるわな。で試行錯誤をした挙句に、うん、小林大先生は、はい、大体いけそうなブッシュを発見したのであのあ、これでいいや、コレクションの中からですか。これでいいやつ。いや、あの周辺のブッシュも大体ほらアホじゃなかったら大体同じのを使うんじゃないですか。そうだらやっぱりおー当たったっつってなって、あ、グズグズになってないやつとドナーを入れ替えしたんですね。そうなんですよ。天才。天才やろ。ぼったくりに失敗ってやつや。そうそうそう、あ、ぼったくる予定がっつって思ってうまいこといかんかったと思って。あら、奥様を。奥様じゃないですか。そう、今納車に行かしといた奥様をですね、はい、あのゲットしたわけでございますよ。はい、お帰りなさい。はい。さあ、じゃあ行こう。暑いよね。もうあのこれぐらいあれですよ、動画を撮影するときはカツカツだということですよ。はい、間に合わんけ。そう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 、あんまり。まあまあ、ということで、はい、今あの、はい、それをお乳にしたんですが、はい、まあ割とね、だからすごくこうよく走るわけですよ、こいつは。ええよね。うん、でほらこうやって普通に走りちょってで、うん、なんていうの、あのフラットやろ、乗り心地が。フラット、うん、フラットやし、これいい加減走ったんやろ。ね、279,891って書いてます。すごくいいだろ。で、うん、エンジンさんがまあね、オイル交換とかそんなメンテナンスは定期的にされてるっていうのはあるけど、うん、すごいこうなんていうのかな、よく回るんですよ、ほんまに。だってなんかもうあのやれた感じが一切ないよ。そうやろ、ほ、うん、でな、この3気筒やっぱ6発とはいえですが、はい、NA ですが、まあ、やっぱね3リッターもありゃですね、必要にして十分なトルクがあるので。そうですね、あの街中のこういう走行も何の苦にもなりません、ほんまに。というか、うん、なんていうの、存在感がないね、エンジンが。うん、そうやろ。だけなんかあのほら4発のスバルのエンジンって、はい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 、結構ボワーみたいな感じ、あのボロ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 って言っていかんけど、こうなんていうかな、こうあのあの感じあるやん。あるね。あ、そ
それがもうとってもなウルトラスムーズウルトラスムーズなやつで、あれやな、フラット6と直6しか勝たんな。やっぱりそうなんや、やっぱな、6発しか勝たんってやつやな、ほんまに。そうっすね。そうなんですよ。でかと思ったらなんやけどな、これがやな、あの割と踏んだらやっぱりちゃんと3リッターあるけん、うん、しっかりと走るんよ。そうですか、うん、でも、うん、今踏んだらちょっと死んでしまいそうなとか言ってちょっと今はもうちょっと待ってよ。そうですね。そうそう、であとはまああれやね、スバルのシャーシがこの肩のレガシーからほんまにほんまに飛躍的に良くなったよ。いや、しっかりしとるよね、うん、そうだけん、俺は割とこの肩がレガシーって好きやなと思いながら見ようけど、またこれな、シートがいいわ。あれからのその LX、 LX はな、やっぱええよな、いい、やっぱな、一番ちょうどいい。そうやろ、この辺ぐらいでちょっと行ってみようかな。わかる、このほら、フラットにこう伸びていく、この感じ滑らかやろ。滑らかや、あのなんていう、対向エンジンのように感じんやろ、感じんね、ほんまに滑らかやな、滑らかやろ。だから俺はその絶対的なピークパワーとかな、うん、ピークトルクだけで言ったらそらまあね、4発のターボの方がまあスパリストな皆様には良いんかもしれんけど、うん、うち来てくれよる人だとこの実は6発モデル多いんやって、上質やな、やっぱ。そうだからやっぱ知る人ぞ知る、分かる人になったら分かる、うん、このフラット6っていうね。なんかでもこっちの方がさ、うん、壊れにくいんちゃう。そりゃそうよ、めげん、整備性はええ。なあ、俺からしたら最高よ。スバルの4発ってほらターボがなんかややこしいやんか、ややこい位置についとるけど な、 なあ、そうなんや、長く乗れそうな1台ですね。で、そうで、下にタービンがないというか、タービンアウトレットのあたりの配管がすっきりやけん、うん、多分こっちの方がより低重心な気がする。あー、そうそうそう、なるほどね、そうなんや、うん、なんかそういう恩恵とかもあるけん、まあやっぱね、長くその車のことを楽しむんだったら、うん、まあこやつはありかなとは思っておりまするので。そうですね、まあでもレアキャラやんね、レアキャラね、だからまあだから当時からそうなんやろうけど、うん、この手の車って分かる人にしか分からんや、その良さというか、それがそ、ね、やっぱそのね感じをね、はい、思いながら、はい、今ちょっと試乗の方してましたね、はい、まあね、あのレガシーなんで大きくは変わんないですけど、まあさらっとね、うん、あの30万キロに到達しようとしている車の下回りを撮るんですか、軽く見てから。はい、わかりました。はい、終わろうと思いますので、はい、ではまた後ほど。はい、はい、というわけでやっていきましょう。まあ下回りから見てでございますね、うん、まず一応印象的に、まあ、さっきも話しましたけど、思うのがこのマフラー系がね、細いよね、細く見えるっしょ、まあ、実は細いですよ、このぐらいなんですよね。3リッターにしてはだいぶ細いよ、うん、そうそうそう、だからあのやっぱりピークパワー、まあ、踏んだ時もちろんふさーって伸びていくけど、うん、なんて上までガーってくるようなエンジンではないや、はいはい、上の方になった時に、ね、だからやっぱり多分ないけど、まあ、中低速の、うん、まあ、トルクをちゃんとしっかりと太らせるのと、うん、あと多分レスポンスを稼いでやるっていうのが、うん、まあ多分このマフラーとかから見てもよくわかる、まあ、やっぱだからキャラクター、そうっすね、うん、付けっていうのはやっぱジェントルなおじさんたちのための味付けを、そうなんでしょうね、多分しとるんでしょうなとは思うな。やっぱスタビ細いな。そうやろ、うん、よくできた車はやっぱなスタビは基本細くなるっすね、うん、細いし、うん、なんかつかなさそうな形状ってなんていうの、わかる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 、もっとまっすぐ作ったらきつそうだけど、わかる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 、そうだよ、だけあのやっぱこのスタビ形状とかを見るにもそうやし、であとはほらこのアーム類とかもで、はい、こうまあプレストーンでアッパーアームはこうやってちゃんとアルミと、でレガシーさんとか、まあスバル系多いんやけど、ここにバンプストップラバーがあるな。あ、そうなんや、うん、アッパーアームのところでこうあのなんていうの、ストロークグッと行き過ぎた時の規制するようにしてあるんや。まあ多分こっちの方があれやな、バンプタッチの感触とかそんなんを多分調整しやすいんと、はいはい、まああとはメンテナンス性の問題もあると思うけどな。そうですね、ちょっと変えんでもいいよっていう、うん、そうそうな、やっぱりこの黄色い、うん、もうビルシュタインがスバルといえばみたいな、い
たいなね。やっぱね乗り心地が、うん、あの欧州車感出るよね。はいはいはい、やっぱこれはねあのスバル系の、うん、まあ一つの味としては、ね、まあ、非常にいいかなとは思いますね。うーん、でまあねこの辺のにもちゃんと補強が、はい、ブレースが入って入ってブレースが入って、まあ、こういうところもねしっかりとお金がかかってるような印象やし、はい、でまあデーフマフラーがズドーンってやって、まあ、この辺のね、はいはいはい、ロアカバーは、まあ、この年式やったらまだちょっと早い方かな。でもちゃんとついてるね、うん、そうそう、うん、ついてて、でここのほらミッションの下にもちゃんとあのアンダーカバーをつけて、はい、まあ少しでもこうちょっと整流効果が、うん、まあ、あるようにっていうのを狙った設計っていうのが、まあ、よくわかるですね、うん、でちなみに今回交換しとったリンクっていうのがこの上、はい、この上なんですね、うん、っていうことで、うん、マフラー外してマフラー外してミッション半下ろしにせんと手が入らんっていう。大変やな。そうなんです、地味に大変だよこれ。だけあのぜひね、はい、あのそれをやっていただきたいなと、はい、思った人は、はい、車屋さんに左遷ありがとうございますっていう気持ちは伝えてあげてください。はい、割と面倒くさいんで工数の割には。そうやろうね、はい、そうそう、まああとはね、まあ、ご多分に漏れずこういうね、はい、カバーなんやけど本来やったらここがほらもっととぐろ巻いとるやん。そうはな、あのターボやったらな、ターボやったらな、シンプルやわ。シンプルだからその分だけやっぱりまず故障のリスクがかなりやっぱり低い、うん、そうやろね、うん、っていうのと、あとはフロント周りが、うん、まあ、あのタービン周りとかがなくなっとるのもあって、うん、まあ、6発になっとる割にはそんなに重くないんやって、うんうん、なるほど。だけんその回答性とか、まあ、オーバーハング重量っていうのもめちゃめちゃは変わらんけん、うん、まあ、そういう意味からでもこの6発っていうのはぜひね乗る機会があったら一度はね乗ってみてほしいなと思う一品でございます。そうですね。もうないんかな、あるん、もう6発ってあるん、ない、まあスバルな人それはまた教えてください。多分ですけど、まあ、もうあったんかな、もうなくなっとったんかな。もうでもなんかこう、うん、ほらフロントもね、うん、ちゃんとアルミアームだったりとかお金がかかってる。そうよ、だからこの、ね、この型のレガシーの6発っていうのは非常に本当にこう上質な乗り味で、うん、まあ、しかもまだそんなに価格が高くないのよ、はいはいはい、だから、まあ、下手な例えば欧州車とか、うん、まあ、下手なそのなんていうの最近のやつとかを買うぐらいだったら、まあ3リッターっていうね、まあ、税金の部分で引っかかる人はおるかもしれんけど、うん、まあ、俺は個人的に一度はね乗ってみてもらってもいいような車じゃないかなとは思っておりますので、はい、これタイヤもあれやな、うん、ベンザの S007A、ね、うん、そうやマニアックですね。だけんな2ですね、こういう人こういう人ね、ね、そうなんです。まあなんでね、まああのまあ、車がどうこう以前にねやっぱりこういうめでる車をね、うん、まあ、見つけていただくっていうのが一番いいことかなとは思いますので、はい、まあ、皆さんもお気に入りの1台を見つけるたびに出てみてください、はいはい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバイ。はい、ということで皆さん今回はこの新商品じゃないです、昔からありましたロイヤルパープルの方をご紹介いたします。これをね入れることによってなんと表彰台に立てるぐらいのエンジンレスポンスが手に入ります。ロイヤルパープル XPR 一応レーシング用になってます。 HPS スタンダードオイルになってますが両方とも魔法の添加剤シナレックの方が配合されておりますのでこれを使うことによって劇的なレスポンスが得られます。そして何よりも、そのシナーレクの効果によってちゃんとした油膜を保持してくれますのでエンジンの状態も長持ちいたします。騙されたと思ってぜひ一度は使ってみてほしいオイルです。男は黙ってロイヤルパープル。